現在の教育システムなんですけれども、こんにちは、シュペタレクスと申します。実行発展コーチをやってます。あなたは何の宝石でしょうか？あなたは何の宝石でしょうか？あれ？とみんなが思ってるかもしれませんが、人間というのは本当にみんな独特だから宝石と言える。だからみんなの性格は宝石、まあそういうその性格を分かる上でもう多分人間関係も良くなるかもしれません。まあその性格は大きく4つに分かります。いくつですか？4つです。4つですね。でその4つの性格もまあ2つとも分かれますね。猫性格と犬性格、ちょっとそのさあ分かりますか？猫性格はちょっと人見知りで、あまり人に懐き悪いとかちょっとドライな性格になりがちで、そしてより合理的。まあ犬の性格は結構簡単だと思います。結構元気で活発で、すごくエネルギッシュで人が好きというの性格で、ちょっとその宝石はその2つの性格に分かれる。ちょっと最初はこう2つの猫性格を、まあ、宝石で表せたいと思います。猫、まあ、最初の一番合理的な性格はエメラルドですね。エメラルドね、もう全ては整頓されており、清楚整頓ですね。例えばなんか物を組み立てるとか、家具とかですね、組み立てるときにはそのエメラルドの人は最初は全てを見てちゃんと数えて、もし何か足りなかったらその会社に連絡する。この性格だからもう何でもかんでもコントロールしたいの性格です。すごく地道な計算産業とかは好き、または結構成績とかの優秀な人は、でその性格はどっちかというと、まあ、全てを合理的に やりがちで全てをコントロールする。数字もそうですけど、数学とか、まあ、計算とか、まあ、理科の人とか結構多いの性格です。理系の人ですね。でもう一つは同じの理系の性格ですけれども、まあ、その猫性格ですね。ルビー性格ですね。まあ、ルビー性格はこう整頓整頓、まあ、清掃整頓はあまり上手ではないけど、まあ、完全に上手ではないとは言えないんですけど、どっちかというと全てをコントロールしたい、しかも自分が一番いつも一番になりたい、一番かビリ、その真ん中はないというの性格で、だから世界で一番大事のはその人にとって金、人間じゃなくて金、そのそしてその性格だったらもうすごく自分が
一番好きのなんかすごく一番高いブランドの車とかを買ったりしがち。だからその人と話すときにはあ、これは臨時だよとか、これはあのすごくあの特別だよとか、こう言ったらその人はすぐに来る。あるいはなんかこれは君はそれはできないと言ったら、すごくあの負けず嫌いだから、まあ、挑戦する、できるってやってる。それを、まあ、見せたいから、自分ができるって、自分が優秀って。それはそのルビーの性格、まあもう一回ちょっとエメラルド性格ですけれども、あのデータが必要。もし何か紹介するときにはデータを、まあ、ちゃんとデータを紹介すれば、その人は一回ちょっと検討していただきます。この人は本当に検討してあのちゃんと考えて、あとは考え出せる。だからその人と話すときにはデータが必要、エメラルドですね。ルビーは独特とか挑戦があるとか、または独特性と挑戦性と、または自分の自分にとってあの臨時とか臨時品とか、こういうパターンは結構いい。で、あとの2つ の, あの犬の、まあ、犬は元気で、まあ、みんな元気で、そうね、人が好きというのはですね、犬性格ですね。で、その犬性格なんですけれども、その元気な犬とちょっと元気じゃないの犬もありますが、で、その元気な 犬といったら、あの、サファイアですね、サファイア性格。そのサファイア性格はもうすごくあの、まあ、パーティーピーとか言われるかもしれませんが、結構派手な人が好きとか、もうとにかく目立ちたい、人と話したい。ただまあその人の気持ちはまあそんなに、まあ、交流するだけ、まあ、とりあえず自分が一番目立ちたい、目立つというのは、だからそのちょっと軌道から外れるというのパターンが多いんですね。だからその人と話せるときにはその楽しい気持ちとかもう見たら、とりあえずこれはポイントです。もう一つの性格はもう最後の性格なんですけれども、パールの性格ですね。パール、つまり真珠の性格ですね。その真珠性格はその元気じゃないの犬というか、ちょっと人見知りな犬ですね、犬性格で。その真珠性格なんですけれども、あの派手じゃないというか、とにかくあの人に貢献したいとか、まあ、人とちゃんと理解したいとか、人を助けたいというのは、とにかく人とか人間関係とかはすごく大事にする。まあもちろんあのサファイアもそうですけれども、両方はそういう人間関係はすごく貴重だと思いますか。ただその貴重さはちょっと違います。サファイアはまあ楽しいだから、その人といたい、まあ、その人は自然とサファイアといるという、まあ、楽しいだから、まあ、自然に。だけどそういう真珠の性格の人はあの元気じゃない、まあ、人見知りない人だから、逆に結構、まあ、人は好きですけど、ちょっとそのうるさいの環境ではなくて静かな環境とか、だからこう人の世話にするとか自然に世話をするとか、結構そういうバイオロジカルの植物とかを食べるとか飼ってる人が多いんですね、その中では。もう一回ちょっとその4つをまとめたいと思います。エメラルドは合理的、とにかく合理的。ルビーは優秀、
だから挑戦が好き、エメラルドはデータが好きで、サファイアは楽しい、愉快が好き、ハッピーとかこういう感じでが好きで、真珠は静かな環境とか人が好き、人の不快の環境とか結構こういう心から心とつながるの環境が一番好きです。で、これをさえ分かったら人との人間関係が結構良くなりますが、まあただしちょっと現在の教育システムなんですけれども、やっぱりその教育システムはそもそも作られたのは、エメラルドとルビーのためです。まあ合理的だから、まあ、その2つは、まあ、そのサファイアと、まあ、サファイアはもうあまり、まあ、勉強はあまり上手じゃないということですね。なんか楽しいことをするとか、その楽しいことを開催するとか、これが結構、まあ、人とか話せるとか商売するのは結構上手で、逆に真珠はそう人とのつながるとか、人と悩みとか聞く、人を助けるは結構上手で、真心を持って人を助けるは大体真珠のいい人です。まあ、人について話する人ですね。ちなみに私はサファイアですね。結構その元気で活発でイエイエイエイとか結構好きで、もうたまに学校だったらちょっとこうエメラルドになりますね。つまりその合理的とかもうちょっと数学するけど、まあ、数学はちょっとできるんですけれども、まあ好きというわけではないんですね。だからまあちょっとサファイアの人は私の性格はサファイアの方が強い。もうたまに落ち込んだりするときにはやっぱりその真珠になります。ただルビーにならないんです。ルビーはもう真逆な性格だからルビーになれないんです。だからもしなんか相手とか選ぶときに自分の逆、もし自分が主にサファイアだったら、自分の、まあ、一番合理的な人だったらルビーを選んだ方が良い。どっちかというとテンションが同じく高いだけど、向こうは合理的で私はハッピーというのちょっと組み合わせは良いと言われています。そしてその真逆の他のだったらルビー、真珠とエメラルドですね。2つとはちょっと落ち着いてる性格だけど、1つは人間、もう1つは筋、それを組み合わせはベストだと言われています。その知識を持って自分の人間関係を見極めましょう。この動画をご覧いただき誠にありがとうございます。もしこの内容は気に入れたら、もう高評価のボタンをお願いいたします。さらにもしさらにその内容をもっと見たいなら、僕毎日アップロードしますので、登録もお願いいたします。では自分をに嘘つけないで、そして自分の情熱にたどって今で。